ラプソディ第1番 SZ86、87及び88、BB94 は、バルトーク・ベイラが、はじめ1928年に、バイオリンとピアノのために作曲した、ビル・トゥ・オーゾ作品であり、その後1929年に作曲者自身により、バイオリンと還元楽のため、また、チェロとピアノのために編曲された楽曲。曲は、 ハンガリーのバイオリニストでバルトークの近しい友人であったヨーゼフ・シゲティに検定されている。シゲティは1929年11月1日、ケーニヒスベルクにてヘルマン・シェルヘンの指揮により本作の還元学版を初演している。この第1番と第2番のラプソディは異色によらないバルトークの純粋に個人的な理由で書かれたものであるらしく。 二作品の存在はいずれも書き上がるまで誰にも知らされなかった。バルトークは1928年8月26日付で母親に送った手紙でピアノとバイオリンのための12分ほどの曲を書きましたと作曲完了を報告しており、研究家たちはこれがラプソディ第一番のピアノ伴奏版の存在を初めて明らかにしたものと考えている。バイオリニストのセイイルターによると 1928年のある日、バルトークと会った彼はちょっとした会話の後で突然サプライズがあると告げられたのだという。二つのラプソディの原稿が出来上がっていて、まだ誰にも見せたことがないというのである。一つはあなたのため、もう一つは刺激のためです。とバルトークは言った。限定して欲しい方を選んで構いませんよ。整形は 第2番のラプソディを選んだがすぐにこう付け加えた。第1番のラプソディはもう、刺激に捧げられてしまったという意味ではないですからね。二つのラプソディは、農夫の歌を素材とした作曲法の恒例となっている。これは、バルトークの述べるところでは、既存の旋律をとって、そこへ伴奏に加えて、導入部や集結部を付け足すなどするのであるが、新しく作曲された箇所は目立たせるべき。 民謡素材と決して競合することのないよう、副次的役割や弦に抑え込まれる。このことは民族舞踊と副題が付けられていた初期校の楽譜で認められる。バルトークの狙いは、東欧のフィドル演奏の様式をそっくり西側の演奏会の文脈に移植することで、素材となった民謡の録音で、披露されている演奏者の即興的な要素まで楽譜に忠実に落とし込んでいる。 この計画を推し進めるため、彼は刺激に対して実際に編曲に用いたその録音を聴くことを要求している。ラプソディは環級の楽章がタイになった人気の高いハンガリーのダンス音楽、ベルブンコシを用いているが、1904年のピアノのためのラプソディがこの先例となっているほか、のとの1938年にコントラスの第一楽章で再び採用することになる。 作曲者自身により、両ラップソディの各楽章は独立に演奏しても良いとされている。急速な第二楽章だけでなく、より厳粛な感情楽章にもそれは適用される。高ー付きの三部形式。バイオリンの上昇音階で開始する主要主題には、特徴的な普天のリズムなど、ジプシーの影響が多分に盛り込まれている。これは、トランシルバニア地方。 呂氏圏に由来するルーマニアのフィドル曲である。とう起点とするリディア戦法によっており、持続低音のような伴奏が付けられている。第三部で再現される際は波長へ移調されている。対照的な中間部は悲しげな音楽となっており、長短のフィギュレーションが特徴である。これが二つのラプソディの中で唯一のハンガリーの戦律でビカールベーラが録音した。 アルバット・ファルバの嘆きというトランシルバニア地方のフィドル曲である。バルトークはそれをもとに、元のハンガリー民謡風のリズム、そしてジップシーにより、リズムが変装された旋律をつなぎ合わせて、編曲を行っている。コーダでは簡潔にこの嘆きの旋律を改装し、少し休んで次の楽章へ続く。構成上は地図つなき上の形式になっており、 全体を通じて速度が上がっていくことを除いて、構造や統一性を生み出すようなことは何もせずに5つの独立した旋律が連続することが特色となっている。華麗な雰囲気をまとっており、極めて技巧的で活発な舞踏の旋律群が示し出される。出版部においてバルトークは2種類の集結部を用意している。第1のバージョンは、第1学章の主要主題を幻聴である。 徒長のリディア戦法で改装し、重小節からなるか伝座風の装飾学区で終了となる。第2のバージョンはより短いもので、全楽章の素材は再現されずに、第2楽章の最初に置かれた補聴調の主題が委員長調に委調されて用いられる。第2楽章単独での演奏の場合は短い方の集結部を選択することが必須となる。ありがとうございます。